交通渋滞を避けたり、馴染みのない都市で道を教えてくれる GPS。 他に使い道はないのでしょうか？実際には地震を感じたり、お宝を探したり、サメとのランデブーからも守ってくれます。皆さん、この動画で何回 GPS って言葉が出てくるのか、しっかり数えておいてくださいね。1. 地震を感じることができる。科学者は高度な GPS 受信機を使って、地震が10秒以内にどれくらい大きくて破壊的なものになるか知ることができます。非常に効率的で正確なため、震源地から遠く離れた人でも通知を受け、大きな地震や避難に備えて十分な時間を確保することができそうです。 2. ロボットは GPS がないと迷子になる。ロボットは見慣れない場所にいる人間と同じくらいガイダンスを必要とします。もちろん目がないので GPS の助けが必要となります。これがないと産業、農業、そしてマッピングの分野で使用されるロボットは仕事ができません。マッピングといえば、3. 測量に使用される。土地間の境界を定義したり、海底の地図を作ったり、さまざまな自然構造物の形状の変化を追跡するのはとても困難。 GPS は高精度な地図の作成や測定、また変化の監視に適しています。 4. 火山観測所も利用している。マグマが流れると表面がずれることにより、時間が経つとGPS 受信機はその動きによって浮かんだり沈んだりします。つまりその変化を監視してマグマの正確な位置が把握できるということ。また火山といえば灰がありますよね。灰は GPS 信号を歪ませるので、その歪みを使い、科学者は火山噴煙にどれだけの灰が含まれるのか判断できます。飛行機にとって灰は危険な存在なので、こうすることで安全な飛行が可能になります。5. GPS は絶滅危惧種の保護に役立つ。野生動物の移動追跡は絶滅危惧種の保護において非常に重要。 GPS は衛星を介して動物の動きに関するデータを取得できますから、科学者が物理的に動物を追跡し確認する必要がありません。実際は GPS を使ってクジラ、ウミガメ、白頭ワシ、そしてゾウなどの移動を追跡しています。6. 宝探しにも使える。ジオキャッシングは2000年初頭から爆発的に人気となりました。ジオキャッシュと呼ばれる宝物の在りかが書かれたデジタルマップを使います。 GPS があるからこそ、こういったハイテク宝探しが可能なんですね。 7. 手工芸品の安全性が高まる。有名な芸術家の絵画は数百万ドルの価値がありますが、その文化的および歴史的な重要性には値段がつけられません。もちろんほとんどは保険に加入していますが、盗まれた時には個人所有者や博物館にとって災難そのものですが、トラッカーを作品に取り付けるだけで、泥棒は盗む前に一度立ち止まって考えます。そして盗まれたとしても所有者は簡単に見つけることができます。8. GPS を使って巨大な芸術作品が作れる。ボルチモアの芸術家マイケル・ウォレスは自分の街をキャンバスにしました。彼は GPS トラッカーを自転車に取り付け、マッピングソフトウェアをインストールし、複雑なパターンで移動をしてデジタルアートを作成しました。通りや地元の公園を自転車で走り、楽しい作品が出来上がりました。 9. GPS は大気を分析する。また豪雨として出る可能性のある大気中の水蒸気量の測定に役立ちます。このようにして科学者は土砂降りや鉄砲水が予測できるんです。将来的には津波警報も次の段階が踏めるようになるかもしれません。 GPS は帯電した高層大気の津波による変化に敏感です。 10. 雪のレベルも測定できる。科学者は地球から跳ね返り GPS 受信機に到達するエコーを利用して、土壌の水分量や地表にある雪の量を知ることができます。これは特に気象観測所を立ち上げるのが難しく、積雪の測定が重要である北極や南極では重要なもの。また降雪の監視は
主要水源でもある場所に必要不可欠です。11、天気予報がより正確になる。正確に予報するためには大気の観測と地上の気象観測所の両方が必要ですが、気象観測所に関して言えば海の真ん中や極地に配置するのは難しいもの。そこで登場するのが GPS。 強力そして低コストで使えるテクノロジー、それが GPS なんですね。12、ペットの追跡にも最適。犬や猫の首輪に GPS マイクロチップを埋め込んでおけば、万が一何かを追いかけたりして迷子になっても安心です。スマホのトラッカーアプリを使ってすぐに場所が特定できます。マッピングソフトウェアをインストールして GPS の芸術作品を作ってみるのもいいかもしれません。13、人も追跡できる。コンサートやフェス、イベントなどで友達と迷子になったとします。電話しても声が聞こえないくらい騒がしく、メールで説明するも難しい。 GPS があれば言葉を交わさずお互いの居場所が分かります。高齢者の突然な事故などの時にも役立ちます。トラッカーはキーホルダーやネックレスなどの形で使用可能です。一部のガジェットには医療補助が必要になった時に押せる SOS ボタンが搭載されています。14、人々をサメから守ってくれる。まあ人間がサメと遭遇することはあまりないですが、念のため。ある組織は主に米軍島海岸沖に住む約50匹のサメに GPS タグをつけました。サメが大好きに朗報。そのサメたちの居場所がオンラインで確認できます。逆にサメから身を守りたいという人は安心してください。ビーチで会う必要はありません。サメが海岸に近づこうとするとライフガードに通知が来るので、水から出るように知らせます。またサメに関する新しい情報をキャッチするのにも役立ちます。15、荷物の追跡に便利。旅行中に荷物をなくしたことがあるという人はいませんか？私はあります。幸いなことに GPS トラッカーを使えばなくしたスーツケースもすぐに見つかります。もちろんパソコンをなくしたり盗まれた時にも大活躍してくれます。16、車がどこにあるのか常にわかる。 GPS は車両の位置をリアルタイムに監視してくれます。どこにあるのかスマホ、パソコン、またはタブレットと追跡システムをリンクするだけでわかります。盗まれた時にはリモートで車を止めることさえできるんです。17、釣りや狩猟に適している。釣りを愛する人であれば誰もが狙い目の場所に行きたいはず。木や岩をランドマークとして使用し、その場所を探すのに何時間も費やしたくない場合は GPS の力を借りましょう。お気に入りの場所をデジタルマップにピン止めするだけで OK。 狩猟も同じですよ。18、工業がしやすくなる。地球のさまざまな層で地下の鉱物を見つけるのは極めて困難。正確な GPS であれば自然に潜まれた宝物まで機械を導き、安全に掘削し衝突を避け、調査を進めながら運用全体を管理できます。19、将来的な交通機関に鍵になる可能性がある。無人車は GPS の助けを借りて動きます。操作しなくても勝手に動く車のある世界、想像できますか？早く乗ってみたいですよね。さてこの動画で何度 GPS という言葉が出てきたのか、コメント欄で教えてください。今回新しいことが学べたと思った人は高評価ボタンで教えてくださいね。お友達への共有もお願いします。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。